本の布団が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、なんで地べたに寝なくちゃいけないの？フランス人女性が日本の高級旅館で布団を見てがっかり、でも実際に布団を利用してみるとの話題です。海外、日本は独自の文化で溢れている。皆さんは現在どのような寝具をお使いですか？海外ではベッド、日本人は布団というイメージがあるかもしれませんが、実は年々日本での布団の利用者は減ってきているようです。現在では日本でも約 60% の方がベッドを利用しているとのこと。果たして日本文化の一つである布団は今後このままベッドに差を広げられてしまうのでしょうか？さて、今回ご紹介するのは、日本を訪れたあるフランス人女性が日本で布団を初めて利用し大きな衝撃を受けたというエピソードです。フランス人の彼女に布団はどのように映ったのでしょうか？早速ご紹介していきます。私は数年前に日本を旅行で訪れたの。この旅行は私にとって初めての海外一人旅だったわ。だから出発する前からワクワクが止まらなかった。学生時代からあまり旅行に行く習慣がなくて、就職したら忙しくて旅行になんて行きたくても行けないような状況が続いた。そんな私はこの時、働き始めてから初めての大型長期休暇を取ることができて、30代にしてやっと初めて海外旅行に行くことができたのよ。一度も海外に行ったことがないという人がいたら、できるだけ若いうちに行っておくことをおすすめするわ。今は興味がなくても、いつかあの時行っていればよかったと後悔することになるかもしれないからよ。そんな初めての海外旅行で、なぜ私が日本を選んだのかというと、日本の文化が好きだったから。私が大好きなのは日本の漫画やアニメ。漫画やアニメは日本の誇る素晴らしい文化の一つよ。私が住むフランスでは日本の作品は大人気で、最近ではフランス国内のコミックの売り上げの実に半分以上が日本の作品になったほどなの。だから私は日本の漫画に出てくる風景を見ながら、日本ってこんなところなの？と思いを馳せるようになって、いつしか日本に行きたいと思うようになっていった。それがこの旅行で叶ったのよ。私は初めての海外旅行、憧れの日本ということで大奮発。日本に到着してからは早速東京の街に繰り出し、両手に持てないほどの買い物をしたわ。洋服や日用雑貨、それからアニメのグッズ、お菓子など興味があるものは全部購入した。それからランチは高級なお寿司屋さんへ行ったわ。初めての日本で食べるお寿司は信じられないくらい美味しかった。フランスにもお寿司屋さんはあって、何度か食べたことはあったんだけど、それとは比べ物にならなかったわ。やっぱりお魚の新鮮さが違うわね。フランスで食べたお寿司はちょっと生臭さを感じたから。存分に東京を堪能した後、私は祝福先へ向かった。この宿泊先も大奮発で高級温泉旅館を予約したの。私はこの旅館での宿泊をとっても楽しみにしていたわ。タクシーで旅館に到着し、その外観を見た時、私はとても感動した。木造の日本ならではのその建築は、威厳と柔らかさを同時に感じさせるもので、とてもクールだと思ったわ。それからサービスも私を裏切らなかった。スタッフの人たちは笑顔を絶やさず常に丁寧よ。それから身につけている着物っていうのかしら、日本の伝統的な服装はとてもキュートだったわ。温泉も長旅の疲れを癒してくれたし、食事は豪華絢爛。すき焼きという料理は初めて食べたけど、フランスへ持って帰りたいくらい美味しかった。やっぱりフランスで食べる和食レストランの料理とは比べ物にならないわね。食事を終えた後、私は大満足で窓際に座り、しばらく風を感じながらのんびり過ごしていた。するとスタッフの方が布団の準備をすると言いやってきたわ。その時私は布団というものがよくわからなかった。しかしスタッフの方が部屋のクローゼットからそれを出してきた時に、私はすぐに布団がなんだか気がついた。私が日本の漫画やアニメで見ていた寝る時に使用するペタンコのマットだ。スタッフの方は慣れた手つきで素早く布団の準備をして部屋を出て行った。
その後私は一つため息をついたわ。少しテンションが下がってしまったのよ。なぜなら大奮発して予約した超高級旅館で、なぜ布団のような貧乏臭いもので寝なければならないのかと思ったから。この時の私の布団に対するイメージは、ベッドを購入することができなかったり、節約するために使用する粗末なものという感じだったのよ。だって日本の作品で見てきた布団で寝ているキャラクターたちは、なんだかみんな庶民的なんだもん。お金持ちで豪勢な暮らしをしているキャラクターが布団で寝ているなんてシーンは目にしたことがない。失礼な感じがするかもしれないけど、これが私の偽らざる気持ちだった。しかし寝ないわけにもいかない。私はジャパニーズスタイルを経験するいいチャンスだと言い聞かせた。ドラえもんと同じ経験ができるいいチャンスじゃないってね。そんな私の初めて布団を利用した時の感想は、思ったよりも悪くないって感じね。私たちが利用するマットレスとはちょっと違うの。なんていうか、弾力はマットレスほどないんだけど、その分あまり反発がなくて、床に直に敷いているから沈む感じもないわ。ただ柔らかさはあるの。割と寝やすいという印象ね。不自由さは全く感じなかったし、疲れているせいもあったかもしれないけど、熟睡できたし、疲れもしっかり取れたわ。貧乏臭さという部分は置いておいて、寝心地はマットレスと同等かそれ以上だと思ったわ。でも私はこの旅館に4日間泊まったのだけど、日を重ねるごとに布団の素晴らしさに気づいていくことになって、日本を帰る頃にはもうフランスに帰っても布団じゃないと嫌だと思うようになってしまったのよ。その大きな理由は3つあるわ。1つ目は場所を取らないということ。布団は寝る時だけ広げて、それ以外の時間は収納していくことができるの。これはベッドにはない機能だわ。これがあることで、いつもより部屋を広く有効活用できる。私は住んでいる自宅は決して広いとは言えない部屋で、一番場所を取っているのはベッドなの。おそらくほとんどの人の自宅もそうじゃないかしら。家にある家具で一番大きいのって大体ベッドでしょ。布団であれば部屋を無駄に圧迫することがないわ。そして2つ目は清潔であるということ。決してベッドが不潔であるということはないのだけど、布団の方が圧倒的に清潔を保ちやすいわ。なぜならそれは、布団は外で天日干しができたり、クリーニングで丸洗いが簡単にできるから。私は旅館のスタッフの方に、毎日布団をクリーニングしていると聞いてとてもびっくりしたわ。天日干しすることによって、太陽の気持ちいい匂いをさせるふかふかの布団で寝れるのよ。最高じゃない？それから3つ目は、体の痛みが取れるということ。私はオフィスワークの疲労が蓄積していて、慢性的な肩こりと腰痛に悩まされていたの。でもね、日本から帰国するときにはすっかりそれが消えていたのよ。最初はそれがなぜだか気がつかなかったんだけど、いろいろと調べてみると、布団のパワーであるということが分かったわ。欧米のベッドはマットレスが極端に柔らかいものが多いの。そうすると体の重い箇所が異常に沈んじゃって、それが原因で腰痛や肩こりなどの体の痛みを引き起こすそうよ。私はそんなベッドで寝ていたものだから、この日本の旅館の布団で寝ることによって、一瞬にして体の痛みがすっかり吹き飛んでしまったってわけなの。布団のパワーってすごいのよ。布団は貧乏人のものだなんて私はとんでもない勘違いをしていたの。布団は日本独自の素晴らしい文化の一つであり、そしてそれはベッドにはない効果を発揮する優れたものだった。私はこの思い違いを反省したわ。そして布団の素晴らしさを知った今、私は自宅のベッドを撤去し、毎日布団で寝ているの。布団に変えてからは、毎日清潔で気持ちのいい睡眠生活が送れているし、ベッドを撤去して空いたスペースには運動不足解消のためのフィットネスバイクを置いているわ。質の良い睡眠、適度な運動、そして布団の腰痛改善などの効果も相まって、私は毎日調子がいいのよ。最初は私が布団で寝ていると言ったら、家族や友人たちからびっくりされたけど、ぜひみんなに布団を使ってほしいと思っているわ。だって絶対みんなは布団に関して以前の私のように勘違いしているだけだからよ。使ってみればその素晴らしさに一気に手のひらを返すのが目に見えているもの。今後私はどんなことがあっても布団を使い続けようと思っているわ。以上がエピソードの概要です。
そんな日本の布団は SNS や YouTube などでも数多く紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本は本当に独自の文化で溢れているね。精密機械、建物、サブカルチャー、食事、それに加えてシンクまでなんてとても驚きだよ。僕も最近体の疲れがひどいから布団を使ってみようかな。これで治ったら安いもんだよ。直接床に寝るってどんな感じかしら。想像つかないけど、そんなに素晴らしいものなら一度味わってみたいわ。日本人は綺麗好きだよね。毎日お風呂のバスタブにじっくり浸かる習慣があるくらいだもんね。こまめにクリーニングできる寝具なんていかにも日本らしい。確かに考えてみると、部屋を大幅に狭くするベッドをあえて使う理由はもしかしたらないのかもしれないわね。以上が海外の反応です。現在は日本でも布団ではなくベッドを利用する人が増えていますが、布団には今回紹介したような素晴らしい効果が多く期待できるようです。体の疲れや部屋の広さなどに悩みを抱えている方は、布団への乗り換えを検討してみるのもいいかもしれませんね。日本の布団はとても優れた寝具のようです。私も布団です。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。